クション来るの。あれやってくれるじゃん。よかったら、もう、もう1時間番組よ、ノンフィクション。自然に有名になるじゃん。そしたら、ね、YouTube もみんな見るようになるじゃん。関さんのそういう考えは、はい、いい、すごくいい考えもあってね、はい、それもね、だから、変なとこでマイナスになっちゃったのもったいないな。そうそう、あと、俺が本当にやりたかったのはね、なんであの学園でクラブやったかっていうと、うん、あの、あそこで市長と会いたかったんだよ、市原と。で、市原飲み歩いてるんですよ。来た、来たから俺ぶつけた俺のアイデアね、うん、あの東京ジブリランドを作りたいと、うん、あの筑波山に、筑波山国有地だから、うん、ね、第三セクター作って、官から民、官から民へって民営化でしょ、今何でもじゃなくて民から官へって、優秀な人を官に引き上げて、で第三セクター作って、それでそれでどん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 儲けて、これだからジブリランドっていうのはハリウッドみたいな看板を、ジブリランドって、ジブリスタジオ、ジブリの、そうそうそう、あんなのをやっただけで世界中から来るから。で、あそこにジブリランド作るわけ。なんで、なんでかっていうと、メイちゃんの家っていうの名古屋万博であったの知ってる、あれジェットコースターも何もないし、あれチケットただいくらになったと思う、プレミア、これは話が、話が長くて大変だもんね、編集。そのぐらい、そのぐらいだのコンテンツがありながら、なんで誰もやんないかって言ったら、宮崎駿が絶対、お父さん話が長くて編集が大変だよ。これは国の大臣とかね、総理大臣が言って土下座してでもだよ、宮崎駿にもう十分儲けたでしょ、これからの儲けは宮崎さん、日本の子供のために、飢えてる子供のために全部ください、全額って。本当に子供を愛してんならね、七人一人の子供が飢えてんだよ日本で。だったらその子供のために絵描けよって話なんだよ、それが愛だろって。金儲けだろお前らって俺言ってるから、金儲けだろってジブリちゃんとやれ。今ちょっとピンボケしちゃった、もう一回。だったら第三セクター作ろう、うん、これで。でもスタジオジブリはね、僕も一回アプローチしたことあるんですよ。そしたらね、県の頃で、ね、全然相手にしてくんないから、大臣クラスが行って土下座しなくちゃダメなんだ。で俺言ってやっから、お前ら金儲けでやってんだろって、県もほろろで構わねえ、 YouTube 載せてやっから、裁判する気でやってる、構わねえ、負けても構わねえから、だってそれが真実だから。そうなんです、スタジオジブリの人に電話して全部 YouTube 載せるよ、どういう感覚なのかって。そうでしょ、本当にあなたたち愛があるなら、7人に1人の子供今飢えてんだよって、山本太郎って本気になってやってる人いるんだって。山本太郎さんと何回も話したんでしょ。何回も話してる、もう俺のこと見ただけで出たって言うからこの間もぬいぐるみ外したら脱がない方がいいとか言って彼は男なの。男だな。あ、そう、本物だな。あ、そうですか。俺があった数少ない男、本物の男。あ、そうですか。剣もほろろってのは相手にされないってこと。なんだっけ、うん、鍵盤ともホロローだ。鍵盤と聞いてホロロー。生地がなんかホロロー。